はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。こちらね、SNK アーケードクラシックスゼロですね。こちらを今日はね、やっていきたいと思います。こちらね、はい、PSP 版になりますね。はい。こちらね、やっていきたいと思います。これね、SNK アーケードクラシックスゼロというのはね、ネオジオ以前のね、SNK のアーケードゲームが収録された、ものでございますね。はい。なので、ゼロになってるわけですね。ネオジオ以前のものなんだね。結構読み込み時間かかりますね。はい。もうね、まあ、いろんなタイトルが入るね。全部で20タイトルありますね、これね。ね、20タイトルですね。すごいですね。20タイトルも入ってるとはね。はい、じゃあ、この中からね、そうですね、ルーレット方式でね、ゲームを選択してやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、これどうだ。Search and Rescue ね、SAR ね。こちらやってみたいと思いますね。これ初めてですよ、僕やるのはね、このゲームはね。うん、このゲームプレイするのは初めてですね。一応まあゲームオーバーになるまでね、やらせていただきますのでよろしくお願いします。あ、間違えた。これどうやってスタートするの？これ。ちょっと待って。スタート押してるけどな。あ、始まった始まった。これですね。ああ、なるほど。これ初めてやるんですけどね。うわ、グロ。これグロいゲームやんか。内臓破裂してたやん、ほら。ほら、めっちゃグロいな、これ。まあ実際でもこんなになるんやろうな。うわ、グロゲーやんか、これ。めっちゃ残酷。すげえな。当時はこんなグロくてもね、認められてたんですね。まああれですね、怒りとかね、みたいな感じですよね。ゲーム性的にはね。怒りとかに近い感じやな。え？ゲームオーバー？ちょっとまたもう一回やらせてもらっていいですか？え、そんな死んでたっけ？一機しかないのかな、このゲーム、ひょっとしたら。うわ。そっか、これあれか。ヒットポイント制なのかな。
うわ、なんかすげえな。化け物がエイリアンみたいな。うわ、やられた。あー、ゲームオーバー。終わりですね。はい。行くぞ、ゲームね。難しいですね、なかなかね。すげえグロいゲームやったな。はい。はい、これどうだ。今度これですね。春21って読むのかな。これやってみたいと思いますね。シューティングっぽいですね、なんか。春21。まあね、20タイトルもね、やらなきゃいけないので、まあ1タイトル、まあ2、3分ぐらいでしょうね、長くてもね。うん。だからまあワンコイン分ぐらいがちょうどいいかなっていうぐらいな感じですね。はい、クリア、クリアしました。ああ、やっぱりシューティングですね。めっちゃシンプルな感じのね。初めてですよ、これやるのもね。お、すげえ。押しっぱなしで連打してくれる。めっちゃありがたい。これ、地上物の、うお、地上物を撃ったりするわけじゃないのか、これ。あ、地上物も撃てますね。危ね。めっちゃありがたいな、これ。連打機能がね、ついてるのがありがたいですね。うわ、死んだ。うわ、難しい。急になんか激しかったぞ、攻撃は。ああ、やられた。うわ、ゲームオーバーや。早っ。クレジットあるけども、これコンティニューできないんや、このゲーム。そっか。まあいいや。とりあえずこれで終わりですね。あれ、ちょっと待って。はい。エクジットめっちゃ一緒にやったな。あれ？はい。ちょっと開けなかったですけどね。まあ、20タイトルやらなきゃいけないんで。うん。コンティニューできないんやな。クレジット増やしててもコンティニューできないんや。いけるとこまでしか進めないってことですね。はい、じゃあ次行きます。はい、これ。お、出た！サスケ VS コマンダー。これ名作ですよ、これ。SNK のね、まあ、初期のね、インベーダーゲームですよ。和風インベーダーゲームなんでね、斬新なんですよ。うん。まあね、SNK ってね、本当は、新日本企画っていうね、会社の名前だったんですよね。それを、まあ、頭文字だけ取って SNK っていう風になったんですよ。だから、このゲームが出た頃っていうのは、まあ、このね、アーケードゲームタイトル、これに収録されてるね、アーケードゲームタイトルっていうのは、新日本企画のゲームだったってことですね。はい、これちょっと、増やしてもこれ、コンティニューできないからな、どうせ。ね、こういう感じですよ。インベーダーですからね。あー、死んだ！インベーダーなんでね。音がもうでもスペースインベーダーに似てますよね。この撃つ音とかね。ああ！これ死体に当たってもわかんねえや。めっちゃ難易度高いな、これ。落ちてくる死体に当たってもやられるんですね。うわ、難しい。もうゲームオーバーちゃうな。うわ、早っ！ジエンドや。ちょっともう一回やらせてもらいます、これはね。さすがにあっけなすぎるんで、これは。危ね。すげえな、和風のね、和風ですからね、和風インベーダーですからね。斬新ですよ。あと2体ですね。
なかなか倒せない。よし、倒した。クリア。あ、まだ、そうか、こう。まあ、1画面に1連打しかできないんで、1連打というか、1発しか打てないから。よし、連続でいった。連続倒せば。なかなか頑張ってますよ。あー、やられた。難しいな。あ、ボスや。火炎の術だ。なるほど。おっと、あー、やられた。まあボーナスステージみたいなもんですから、あれ一回しかできないんですよね。やられたらもうどうしようもないんですよ。ああ、やられた。終わった。はいはい、じゃあ次のゲームいきますね。まあ面白いな、やっぱりな。平安京エリアン、平安京エリアンちゃうわ、サスケバーザスコマンダーか。はい、じゃあ次行きますね。はい、これはストリートスマートね。これはあれですよね、あのベルトコアタイプのアクションゲームですよね。確かね、メガドライブで出てたような記憶があるんですけどね。あ、この時もう SNK になってますね。新日本企画ではなくてね、このゲームの時にはね。はい、じゃあ行きましょう。お、この曲ガロ伝説の曲じゃないですか、これ。あのメガドライブ版のガロ伝説の音楽が使われてる。あのガロー伝説チームのね、あのガロー伝説のね、リョウとテリーとね、ジョー東がね、あの乱入してきた時の音楽です、これ。すごいな、このゲームの曲やったんや。というか難しいぞ、めっちゃこれ。タイマン勝負なんだね。あ、やられた、強い。やばいな、やられるぞこれ。あー、やられた。なかなかしぶといな、こいつ。お、はめた、今一瞬。よし、倒した。えらい硬いやっちゃな。
チャンピオンシップ。敵のヒットポイントかな、これ書いてないもんな。ああ、やられた。ああ、ゲームオーバー。なるほどね。なかなか面白かったですね。はい、じゃあ次のゲームいきます。はい。はい、これはタッチダウンフィーバー。これ多分スポーツ系ですね。なんかアメフトみたいな感じかな。スポーツって書いてあるもんな。スポーツゲームは苦手ですけどね。まあ一応ね、出たからにはやりますけど、最後までね。チームを選ぶのこれ A と T と A と M どれがいいか。チーム A にしとこう。チーム A ね。AKB じゃないけど。AKB チーム A じゃないけどね。アメフトってあんまりね、ルール知らないんですよね、僕ね。サッカーにルールは似てるんですよね、確かね。アメフトって違ったっけ？え？ネクストダウン。かんな、ルールわからんからどうしようもないな。あれ？ターンオーバー？そっか、もうルールが分かんないからどうしようもないな。こう敵が勝手にね、走ってるから。はい、ああ点数入れられたんや。ざまあ見ろって言ってたから。ゴールキック、あ、入れられた。あれ？あ、ゲームオーバー。ちょっとよくわからないな、これ。やっぱルールわからないからな。どうしようもないな、これ。いや、これこれでいいや。まあ、スポーツゲームが苦手なんです、基本的にね。勘弁してください、これでね。結局いない、今何をやってたのかがよくわからなかったですよ。はい。じゃあ次のゲームいきますね。これはなんだ？お、怒りが出ましたね。これ有名なゲームですよね。
もう SNK 代表するね、昔のね、SNK を代表する、ゲームですけど、めちゃでもこれ難しいですからね、これはこれで。一応ね、主人公がね、これね、この二人ね、ラルクとクラークなんですね。左がラルフで、右がクラークですね。ザ・キング・オブ・ファイターズね、KOF シリーズに出てきたあのラルフとクラークですね。この時はね、そう、こういうね、怒りの主人公としてね、出てたわけですね。まあ、怒り、ね、怒りはね、これ、まあ、ファミコンでも移植されてますけどね。これはアーケード版ということでね。でも難易度高いんですよ、これ。めっちゃ難しいんでね。一発でやられたら終わりですからね。音楽はいいんですけどね、すごく。過酷ですよね、これね。無謀にも程がありますよね。だって生身の人間がこんなね、大勢の敵に挑むわけですからね。まあ、怒り。まあまあ、これ、まあ、戦場の狼とかとまあ、同じような感じですよ。カプコンのね。ああ、もう死んだ。うわ、難しいで、これ。もうゲームボーイですからね。これはちょっと無理ですよ。コンティニューできないですからね。しかも、これ。早っ。もう終わったで、俺。ちょっともう一回。ちょっともう一回やらせてもらいますね。ちょっとさすがにこれあっけなすぎるんで。もう一回ちょっとやらせてもらいます。すいませんが。これ飛ばせないのかな？飛ばせないか。これあれかな？飛行機がこうね、墜落しちゃったからこっから歩きでね、戦場に向かわなきゃいけないという、そういうストーリーなんでしょうね。仕方なしにね。もう出てきた敵ひたすら倒しまくる方が、ああ、もう死んだ。うわ、無理ですよ、こんなの。もう最後の残機ですよ、これ。うわ、これは無理やわ。終わった。これは無理です。ちょっと難しすぎます、これはさすがに。はい、終わり。せめてコンティニューな、あるようにしてもらいたいな、これな。クレジットいっぱい入れてもコンティニューできないんですよね。はい。じゃ次いきますね。え、これは？ヴァンガード。タイトルは聞いたことありますよ、ヴァンガードって。ヴァンガードね。これも、もうこの時も SNK だったんですね、会社名が。これもショーティングだったと思うんですよね、確か。ヴァンガードもね。そうですね。ショーティングですね。うわ、斬新やな、これ。こういう感じなんや。この、なんというか、8方向スクロールのショーティングというかね。斬新ですね。ああ、やられた。なんかタイムパイロットみたいなもんか、コナミで言うと。確かタイムパイロットでこんな感じでしたよね。まあ、あれはまあ基本的に空の上で戦うゲームでしたけど。8方向でこうやって撃って倒すゲーム。こういう感じですよね。うわ、斬新やな、これは。こうやってね、8方向撃ってね、敵の攻撃ができるというね。斬新ですね。今まであんまりなかったですよ。こういうスクロール構成のゲームはね。ああ、やられた。これも多分ゲームオーバーになったら終わりなんでしょうね。
コンティニューできないんでしょうね、多分ね。うわ、こりゃむずいわ。あっけなかった。はい。うん、でもね、なかなか斬新なゲームでしたね。早いな、とにかく終わるのが。はい、じゃあ次行きます。これは、あ、これさっきやった。これ、あ、サイコソルジャーですね。これも斬新ですよね。これザ・キング・オブ・ファイターズのね、KOF シリーズのアテナとね、ケンスーが、主人公のアクションゲームですね。はい。ソンソンみたいな感じですよ。ゲーム性的には、カプコンのね、ソンソンみたいな感じのゲームで、ワンコンがアテナで、ツーコンがケンスーですね。で、これすごいのはね、歌うんですよね。うん。歌ってるんですよ、楽曲が。BGM がね、歌なんですよ。喋るしね。あー、やられた。ほら、歌ってんですよ。すげえですよね。そうそう、こんな感じでね。なんとなくね、ソンソンみたいな感じですけど。すげえな、歌ってんのがすげえな。めっちゃ可愛いですね。剣。あ、ここ上行けないのか。おっと、ああ、危ね。これボスか。あ、違うな、ボスじゃないな。読み込んでただけか。うわー、死んだ。おお、あー、ゲームオーバー。はや。ちょっともう一回、もう一回入れますね。これでゲームオーバーになったら終わりにしますからね。うわ、もう死んだ。うわ、難しいわ、これ。もう最後の残機でしょ、これ。うわ、もう終わりだ。ダメだこりゃ。はい。わかんな、下手くそやな。これはコンティニューできるんですね、なぜかね、このゲームはね。はい、じゃあ次いきますね。はい、これは？あ、今やったな、これ。あ、これもやった。これもやったな。これですね。怒号双剣。これはね、怒り2ですね。怒り2作目ってことですね。これでもすげえ難しかった記憶がありますけどね。これめっちゃ難かったと思うんですよ、確かね。はい。喋ってるな。これもまあ、ラルフとクラークがね、主人公なんですね。怒り2もね。ただこれ攻撃が強力になってますね、だいぶね。怒りの時と比べたら。
敵がバケモン系になっちゃったというね。ああ、やられた。あ、弱くなった。うわ、難しいな。うわ、あ、まだ残機あった。武器や武器。あ、これいいですよね。これ距離がね短いですけど、広範囲に攻撃が、判定がね、判定というか攻撃範囲があるから、当たり判定があるからね、使いやすいですよね、これ。割と。パワーだ。ああ、やられた。ああ、まだ残機ある。ああ、終わった。ああ、まだあった。残機まだある。うわ、難しいわ。はい、終わり。はい、じゃあ次行きますね。これは？あ、これやったな、今、怒り。はい。あー、これか。野球ですね。あー、まだスポーツゲームか。まあ、苦手ですけど、まあ、とりあえずやってみましょうか。なんか妙に光ってるな。ちょっと、光が出てきてるな。うん、チャンピオン、スーパーチャンピオンベースボール。野球は苦手なんですよね。これは本物の球団と違うのかな。なさそうですね、本物の球団は。オリジナルの、このゲームオリジナルの球団っぽいですね。なんでもいいよ、もう適当でいい。球場選ぶの、これ。どこでもいいよ。僕はバッターですね。うわ、早っ。早いわ。うわ、難しい。全然打てないやん、おい。お、ファールか？ファールやね。難しいなぁ。チェンジですね。今度は僕らは守りですね。あ、バントか。あ、これ俺が動かして取りに行かなあかんのか。あ、ファール。
あ、ファールか。あ、ファールじゃなかったか。ヒットヒット。あ、これホームランちゃうの？あ、違うか。バントや、バント。あ、ホームランや。あ、違うか。ヒットや、ヒット。あ、バントか、また。うん、別に。ちゃちゃちゃ、タイムするつもりないんやって、もう。キャンセルでいいよ、もう。なんでタイムなんの？なんで A ボタン押せんのタイムなんだよ、これ。意味わからんな、おい。あ、ゲームオーバーか、これ。あ、そういうことか。はいはいはい。もういいんですよ、野球ゲームは。どうでもいいんですよ。一番やりたくないゲームのジャンルですからね、野球ゲームって僕は。時間の無駄だと思ってぐらいですか、野球ゲームなんて。でね。はい。じゃあ、これで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。はい。実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。こちらね、SNK アーケードクラシックスゼロですね。こちらを今日はね、やっていきたいと思います。こちらね、はい、PSP 版になりますね。はい。こちらね、やっていきたいと思います。これね、SNK アーケードクラシックスゼロというのはね、ネオジオ以前のね、SNK のアーケードゲームが収録された、ものでございますね。はい。なので、ゼロになってるわけですね。ネオジオ以前のものなんだね。結構読み込み時間かかりますね。はい。もうね、まあ、いろんなタイトルが入るね。全部で20タイトルありますね、これね。ね、20タイトルですね。すごいですね。20タイトルも入ってるとはね。はい、じゃあ、この中からね、そうですね。ルーレット方式でね、ゲームを選択してやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ次行きますね。これは、脱獄ですね。これは名作ですよ。これファミコンでもね、発売されてるね、アクションゲームですね。そう、これです。はい。プリゾナーズ・オブ・ウォー。
はい、行きましょう。まあ、ファイナルファイト的な感じのね、一応まあ、格闘アクションです。はい。ファミコンと比べたらだいぶリアルですけどね。これ入れないか、これ。おお、やられた。ああ、死んだ。やるな。うお、やられた。うわ、やばい。めっちゃ強いな、敵。うわ。これ入れんのか、ここ。入れないな。これ撃て、あ、撃てるやん。あ、弾なくなった。おお、死んだ。うわ、強え。結構残機はあるな、でも。うわ、強えな。うわ、残機は結構あるんやな、人。うん。お？なんだ？ボスか？お、残った。あ、撃てなくなった。ああ、死んだ。最後の残機かな、これ。あ、ボスか。
うわぁ。あー、ゲーム場や。はい。次のゲームいきますね。なかなか面白かったですね、脱獄はね。ファミコン版よりだいぶリアルですけどね。まあ面白いですね。ファミコン版も面白いんですけどね。うん、なかなかね。うん、よくできてるな。はい。じゃあ次いきますね。これは？これなんだこれ。なんて読むのこれ。バミューダトライアングルね。シューティングか。これ多分初めてやりますね、僕ね。バミューダ、トライアングル。あ、なるほどね。うお、でっか、時期。時期でか。めっちゃ喋るな。あー、死んだ。くわ、難しい。うわ、死んだ。うわ、ゲームは早っ。じゃあ次行きます。開けなかったな。じゃあ次行きますね。はい、これさっきやったな。あ、アテナ出ました。これも名作ですよね。もうあの SNK のね、一応アーケードゲームとしてはね、まあ、代表作の一つですね。あの KOF シリーズのアテナの、まあ言うたら先祖という設定になってますね。まああの KOF に出てくるアテナはね、現代のアテナというね位置づけで、これはその先祖にあたるね、アテナになりますね。かわいいですね。これファミコンでも移植されてますからね、このゲームはね。でも難しいんですよね、難易度的にこれ。え？もう死んだ。難易度高いんですよね、これ。めっちゃ可愛いんですけどね。取れなかった。ああ難しいな。下で取った。あ、鎧取った。
しよし。ヘルメットも取って。だんだんパワーアップしていってね、武装していきながらね、強くなっていくんですよ。あ、これ剣や剣。これね、なかなか使えるんですよね。お、ジャンプ力上がってる。え？なんでゲームはなんの？え？なんで？なんで死んだ今の。わからんかったな、なんで死んだか。まあいいか。他のゲーム行きましょう。敵が立てたんかな今の。それともなんか時間切れかなんかがあったのかな。はい、じゃあ次行きますね。これやったな。これもやったな。これもやった。もうほとんどやったんかな。じゃあこれ端からね、順番に見てやってないやつを選んでやっていきますね。これやってないですね。マービンズメイズ。マービンズメイズ。これ何これ？これ初めてですね。あ、この青いやつが主人公で、敵に当たらないようにして、ああ、死んだ。あ、これワープするわけか。なるほどね。お前、パックマンみたいなもんか言うたら。ああ、落ちた！ああ、落ちたんじゃないのか。こういうことか。ああ、そうか、そうか。これもエレベーターみたいになってるわけや。これでもめちゃ難しいんちゃうのこれ。追いかけられてるもんな、ずっと。敵に。うわ。めちゃシンプルやけど。このまあ、アイテムを全部取ったらクリアみたいなこと。ああ。もう2機死んでるからな。うお、怖。うわ、追いかけられてる。うわ、あ、上がった、上がった、上がった。やばい。ああ、死んだ。うわ、難しい。1、2、3、4、5個、あと5個でしたね。はい。難しいな。まあ、面白かったけどな。ヴァンガードはやっ、あ、2やこれ。2はやってないね。さっきや、最初にやったのは1でしたからね。2はやってないですね。ヴァンガード2はね。あれ？これさっきやったやつ同じちゃうのこれ。そうか、さっきやったのが2やったのか。あ、死んだ。これ、さっきと同じやんね。同じですね、これ。さっきやったやつと。ヴァンガード2ですね。同じですよ、これ。まあいいや。とりあえず、せっかく、あれしてるから、まあもう一回やりますか。ゲームオーバーになる前にな。めっちゃシンプルやな。
やられた。うわ、難しい。終わった。はい。ヴァンガード2は、ね、2回目でしたけど。これもやったな。あ、タンクはやってないね。これはシューティングやね。タンク。ああ、こういう感じか。なんかやっぱり怒りにすると似てますよね。なんとなく。戦車版の怒りみたいなね、タンクやから。まあ怒りもね、戦車とかあるんで、怒りもね、戦車に乗ったりするんで、主人公がね。それでこんな感じになるからね。似てますよね。え、これ下か？あれ？どういくんやろ？ああ、やられた。あれ？こっち行けない。ああ、潰れた。ああ、やれた。ああ、ゲームは。はいはい。難しいね、なかなかね。お、エースオーでした。これシューティングですよね。これファミコンでもね、発売されてるシューティングゲームですよね。ASO ね。ASO 結構有名ですよね。SNK の、アーケードゲームではね。そうそう、これこれこれ。結構好きですよ、このゲームも、僕。スターフォースみたいなもんですからね。シンプルでね。おお、やられた。
うお。このコンテナができないですからね。現場になったら終わりですから。ああ、やれた。ああ、ゲームオーバーや。はい。なんか音楽を、ゲームオーバーの音楽はなんか変やったな。これやったやろ、これもやった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 。これもやったな。うん。ゲバラやってないですね。これもシューティングかな。アクションか。これゲバラって確かファミコンにもありましたよね。ファミコンも発売されたと思うんですよ。あ、こういう感じか。やっぱり戦場の狼とかね、怒りみたいな感じのね、アクションですね。やっぱりね、SNK ってこういうゲーム好きですよね。本当に。ああ、死んだ。早っ。もう捕らえられてる。仲間か、これ。ああ、やられた。これ乗れるんや、インって書いて、ああ、でも壊された。インって書いてあったから乗れるんですね、あれ。ああ、死んだ。うわぁ、コンテナできるんや、でもこれ。うわ、難しい。うわ、難しいな。いいんて、これ戦車乗ってみたいな。よし、乗れた乗れた。うお、乗れたのはいいけど体丸出しやんけ。おい、その代わり耐久力は違うね。戦車乗ってる間はあるってことでしょうね。あ、戦車壊れてもうたんや今の。あ、地雷みたいなのがある。どうやって進むんやこれ。あ、ゲームは、はい、ゲバラね。なんだこれ、ゴールドメダリスト。これは完全にあれですね、スポーツ系のオリンピックゲームって感じかな。ハイパーオリンピックみたいな感じかな。これは初めてやりますけどね。
いいや、もう CCC で。日本でいいよ。スモークを選べるのか。操作方法が分かんないからな、とりあえず。上から見た視点か、これ。これどうすんの？連打か。連打か。まあ、ハイパーオリンピックと同じシステムですね。連打して走るっていうのは。ロングジャンプ。走り幅跳びか。あら、大失敗。ちょっと待って、操作がわからないもんな。これコンピューターですね。ちょっとやんけ、おい。どういうことや。コンテンツになってるからゲームオーバーってことや、これ。難しいな。脱獄はやった。怒り3か。これやってないですね。これファミコンでもあるんですよね、怒り3ってね。ファミコンでも発売されてますね。そうそう、これね、もう格闘になっちゃってるんですよね、このゲームはね。こんな感じでね。あれ、これ後ろ向けないの？まあ、これもね、主人公はラルフとクラークなんですよね、 KOF とのね。これ後ろ向けないのかな。うわ、あ、後ろが刺された。横とか向けないの、これ。前しか向けない。うわ、ゲームオーバー。ちょっともう一回、もう一回。難しいな、これ。前しか向けないんや、これ。横とか向けないんや。うわ、やられた。
ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、死んだ。ああ、終わった。難しいな。ファミコン版の方がなんかやりやすかった気がするな、怒りツリーは。なんか横とか向けなくなっ、ね、ファミコン版は確か向けたと思うんですよね、横とかね。前しか向けないんやね。前向いてしか攻撃できないんやね。原始刀やってないですね、これも。これやった、これやった、これやったから、あとこれが最後ですね、今日はね。これやったら終わりですよね。全20タイトルプレイしたことになりますね。原始刀か。ステージ1、森林。あ、シューティングや。しかも恐竜とか、これプテラノドンですよね、これ。すげえな、斬新やな。恐竜時代のシューティングや。あー、死んだ。というか、こんな時代に飛行機なんかないですけどね。あ、一応原始人みたいないる下に。あー。原始住民みたいなのが下にいるぞ。敵というか、うお。恐竜と混じって、もう終わり？ちょっともう一回やらせて、もう一回。めっちゃ難しいじゃんか。うお！飛んでくるんや、上に。うお！ちょっと待って。難しいな、これ。人まで襲ってくるね。おう！もうちょっともう一回もう一回。バリアみたいなの取ったけど。虫みたいな敵もいるな。おお！何に当たったん今。うわ、難しい。ああ、死んだ。難しいな、これ。これでね、このね、アーケード、SNK のアーケードコレクションね、全タイトルやりましたね。これもやったし、あともやったし、もう全部やりましたね、これでね。はい。じゃこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。